こんにちは、シェイドの山桃です。本日は漫画をたくさん置いてるこちらのオタク部屋をいろいろとまた改造していこうかなと思います。漫画が本当に入らなくなっていますので本棚を追加しました。はい、本当にね、ここ最近ずっと紙媒体で集めたいけれども買えないっていうね、このもどかしい気持ちがありまして、ようやく本棚を追加したんですけれども、それ以上漫画を増やしてどうすんだいって思う方はいらっしゃるかもしれませんが、これが私の幸せの形。結局ね、電子書籍で買おうかなとか思ってたけど、やっぱり基本はね、紙で集めたいなと思って漫画を買っちゃってますね。そして本棚に漫画が入らなかったので、今まで買うのを抑えてたものとか、なんか続きをね、買うのを忘れてる漫画とかもあるので、そういうのもちょっとね、買っていこうかな。これからね、ようやく本棚に漫画を入れれます。やったぜ。ちなみにこの本棚は今ね、あの右側にある、右後ろらへんにある、あの少女漫画とかをね入れてる本棚と同じものを買いました。テロップに出しておきます。これです。で、今左側にちょろっと見えてるこっちは、あのでかい2列ある本棚を使っているんですけれども、これがまあでかくて、あの引き出し付きやから重いので、移動させるのとかもすごい大変なので、小さめの本棚を今回追加しました。このお部屋ね、7畳8畳ぐらいあるので、なんかどういう感じでね、うまいこと配置しようかとかすごい迷ってるんですけれども、漫画喫茶とか本屋さんみたいな本棚で区切るみたいなにしようかなと思ってます。なんかもう自分の基地感、秘密基地のような感じにしようかなって思ってるんですけれども、まあこれはまたね、ちょっと全体の雰囲気見て配置は変えるかもしれません。なんて言ったって私は模様替えが好きだもんで、あ、こんな感じでね、前後にしてみようかなって思ってます。ということで、ここにね、どんどん床に置いてる漫画たちを入れていこうと思います。カードキャプターさくら、みんな好き。いや、もうみんな好きやろ。もう全人類みんな好きやろ、カードキャプターさくらちゃん。本当に絵が可愛い。そして来ました、ブラックバード。これもめちゃめちゃ面白いです。あやかしとか好きな人にはたまらん、もうキュンキュンします。めっちゃおすすめ。出版社ごとに揃えようかなとか思ってたけど、全然うまいこと言ってません。その辺はまた今後整理するかも。同じ先生のセーローオペラもめちゃめちゃ面白いです。これもちょっと続き買ってこなあかん。ナギのおいとまに地獄少年花子くん、いや、ほんと絵柄がドツボなんよね、可愛いよね。そしてクスリアの独り言、これも本当に面白いね。ちょっと少女コミックはやっぱ少女コミックで揃えた方がええかなとか思ったりしてる今編集しながら。ミルククラウン、これもねめっちゃ面白いです。水田アクア先生の作品、本当にどれも面白い。校舎の裏には天使が埋められている、これいじめ系の漫画やねんけど、ただのいじめ系の漫画じゃなくてめちゃめちゃ引き込まれます。月下国キーデンです。そして殺戮の天使、フリーゲームですが、本当フリーでここまでのクオリティでいいんですかっていうぐらい面白い作品がね、あの漫画になりました。キサメが降る森もね、本当にいいですね。これもめちゃめちゃ感動します。ホラーなんですけれども感動します。そしてお嬢やん、ちょっとあの早すぎるわ。ちょっとまた本棚ツアーでね、ちょっといろいろと喋り倒そうと思ってるので、今日はゆるっと本棚ツアーも入れつつやっていきます。で、断末に三角窓の外側は夜、これまだ2巻までしか持ってないですね。オリンピア極ロスに忍編まんまる、懐かしいね忍編まんまる。そしてアルテ、これもまだ2巻しか持ってないですね。この辺に入れておきましょう。テスラ新刊も買ってないからね。漫画がね、いつ発売されてるか全然新刊チェックできてないので、アニメイトオンラインで買うわ。よくアニメイトオンラインで漫画買います。盾の勇者成り上がりもめちゃめちゃ面白いし、転生賢者の異世界ライフ、これも本当に面白いですね。続き買いに行きます。ご不祝不動、面白いね。ギャグ系ですね。かぐやさんは心伝いを3巻まで買いました。これも集めていきたいんですけれどもね。そして五等分の花嫁、私はみくちゃんとねのちゃんが好きです。可愛いよね、みんな可愛いんやけどね。そしてドラえもんのこれね、大長編シリーズですね。あのこれはおすすめだよって、特に私が好きな作品をイメってますね。あの鉄人兵団は本当に最後の展開が泣けますって言ってます。これあ、いいね。アニマルプラネットも本当に大好きなんよね。あ、待ってくれ、読みたくなってきたわ。ドラえもんも本当に大好きなんですけれども、そしてのび太とブリキのラビリンス、これちょっとトラウマやったね。小さい頃見て本当トラウマでした。伊藤巻巻言ってます。これ次この辺も本当に好きですね。あ、南海大冒険は幼少期にお母さんと映画見に行ってめっちゃ面白かった。イルカが出てくるやつね。あ、太陽王伝説も本当に面白いよねって。いや、このもう大好き、藤井風使いは風子が。そしてワンニャン時空伝、これ本当に大好きで一番好きです。あ、もう終わっちゃったね。もう今持ってる漫画とりあえず入れ終わりました。こっちにもいろいろと入れてますって感じで、ちょろっとご紹介していこうかな。暁のような、これもちょっとファンタジーな感じで面白いね。
顔だけじゃ好きになりません。これ読んだけどほんまによかったわ。はい、神様はじめました。本当におすすめしたい少女漫画ですね。学園アリさんも何度も喋ってる、本当に大好きなね、ぜひぜひみんなに読んでほしい漫画ですね。赤髪の白雪姫、これもね、全然続きが変えていないので、これ続き入れるスペース開けてます。麗しの宵の月、これもめちゃめちゃキュンキュンしたわ。あ、自転車屋さんの高橋くん、これもキュンキュンします。もうどれもキュンキュンする。君の好きな人、これもね、ちょっと一筋縄じゃいかん恋愛って感じでいいよね。恋するムーンドッグ、これもね、ちょっとファンタジーな恋愛漫画なんですけれどもいいですね。とても早口になってます。幸田桃子先生の作品とハニーレモンソーダとか参りました先輩。とにかくキュンキュンしたい方はこの漫画がおすすめです。花野井くんと恋の病、これピュアピュアでもいいよ。そしてお嬢と番犬くん、これイラストが本当に好きです。キュンキュンしますね。身に余る彼氏、これもめちゃめちゃときめきます。もう少女漫画全部キュンキュンするね。昭和ファンファーレは恋愛系やねんけれども、それだけじゃなくって戦時中のお話とかが入ってくるので、苦手な方は苦手かもしれへんねんけど、映画を見た感じになります。そして恥恋、あつまりくんのお嫁さん、これもいいよ、かわいいよ。あ、高根のランさん、これもピュアピュア系です。キュンキュンするね。そしてきました、ピチピチピチ。もうね、ピチピチピチはね、絵が本当に好き。私はルチアが大好きですね。かわいいね、ルチア。私の小学生時代を支えてくれた漫画ですね。そして懐かしキラリンレボリューション、これも私の小学生時代を支えてくれた漫画です。あー、というわけでね、紹介し終わりましたね。とても早口になってしまいましたが、また改めて本棚紹介はしようかなと思っております。ちなみにこの少女漫画ゾーンとかのね、まあ少女漫画じゃないのも入ってるんやけど、その後ろ側にあるのは基本的になんか少年漫画、青年漫画とか入れてるコーナーなんですけれども、そこは前回紹介してるので、よかったらね、前回の動画も見てみてください。そしてこの部屋でくつろげるようにフランフランでなんかビーズクッションみたいなのを買いました。わあ、これいいんちゃうか。このね、本棚と本棚の間に挟まれてる感じが、ちょっと私好きなんよ。落ち着く空間やわ、これここで読めますよみたいな感じにしました。スパイファミリーの2022年のカレンダーを買ったよって話してます。これめちゃめちゃ可愛いです。スパイファミリー好きにはたまらん一品でございますので、ぜひとも、ちょろっとお見せすると、こちらの本棚はこんな感じの作品入ってます。漫画が本棚に入ってるところを見るとね、とても精神が保たれます。はい、お次はちょっと番外編なんですけれども、ここオタク部屋兼ゲーム部屋にもしようかなってちょっと思ったので、やっぱ寝室に置いてるのね、ちょっと狭いんよね。こっちの部屋の方が広いんやけど、ここね、ちょっと向きがね、北向きなんですよね、こっちのお部屋。だからあんまり自分が長時間いるお部屋、北向きどうかなーって思ってたんやけど、こっちにした方がなんか伸び伸びとできそうやなと思って、ちょっと移動させようかなと思いまして。そしてですね、モニターをね、2枚置きたくって、一つは自分がゲームをやる画面、もう一つは生配信とかのね、コメントを読む画面とか、そういうのにしたいなと思ったので、ちょっとね、広く使えるデスクを買いました。ルームツアーでもご紹介してる、今私がね、パソコンとかを置いてるデスクはもう普通にね、なんか勉強用の机みたいな、ちょっと作業する机って感じなので、スペースがね、そんなに確保できなくって、効率がちょっと悪いかなってなってるので、寝室には普通にこうなんか作業する用のデスクを置いて、こっちのオタク部屋にゲームする環境を作ろうかなと思って買いましたが、これまた組み立て大変やった。基本私ね、組み立て一人でやるので、二人推奨って書かれてても一人で組み立てるんやけど、まあなんとかできんねんけどね、これ結構ね大変でした。支えてもらいたいところとかもあってね、まあでもなんとか完成してできたのでよしとします。ちなみにこのデスクはトータルで1時間半ぐらいで組み立てれたかな。結構ね、重いので、私力持ちタイプやねんけど、私ね、昔米屋で働いてたこともあって、30キロの米袋とか持っとったからね、それぐらいは全然持てるぐらいの力持ちなんだよね。それ基準で考えてくださいというわけで完成に近づいてまいりました。あー、すごい、もうこれ達成感だよね、いつも終わった時に。おー、いけました、やったー、大満足。あ、そしてこれをね、IKEA でなんかロッカーみたいなのを買いました。そのゲーミング PC の横になんかいろいろと物を入れれるようにロッカー欲しいなと思って買ったんですけれども、これがマジで組み立てが大変すぎて、3時間ぐらいかかって、もう途中でカメラ切ります、諦めてというわけで最後完成したところをお見せします。こんな感じでーすっていうね、ロッカー完成しました。
ほんまにこれトータル3時間いや下手しい4時間かかってるかもしれん。でも本当に大満足のねロッカーでございます。ちょっとこれまた配置変えるかもしらへんねんけど完成しました。というわけで今日の動画はここまで、アフレコでお送りしました。バイバーイ。ここでお知らせです。今週の日曜日9月19日にゲームチャンネルの方でこちら参加させていただきますマイクラのイベントの生配信を行いますので、ぜひぜひみんなよかったらお越しくださいませ。なんでこんな豪華な面々の中に私入ってんのかよう分からへんねんけど、ちょっと私もびっくりします。マイクラのイベントがあるからどうですかって言っていただいたので、あ、マイクラのイベントですか、めっちゃ出たいですって言ったら、なぜか知らないですけどこんな豪華なところに出していただけることになって、私もめっちゃびっくりしてるんだけど、メンバーさんというわけでめちゃめちゃ全力で楽しんできますので、よかったらそんな私の姿を見に来てください。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。